全12回の講義でしたが、打ち合わせの段階から当院の MFT に対する理解度に合わせて進めていってくださったので、誰か一人が置いていかれるっていうこともなく、スタッフみんなで着実に理解を深めていくことができました。今までは漠然と MFT イコールベロスポットという認識でしたが、筋肉や姿勢とも密接に関わっていて、毎回なるほどと思わされるような内容でした。患者さんの問題点の見つけ方と、それに対するトレーニングの選択、アプローチの仕方を知ることができました。3つほど理由があります。1つ目は、僕が今までなかなか MFT をしっかり勉強する機会がなかったので、勉強したいなと思っていたということです。2つ目は、綺麗に仕上がった症例が何ヶ月後かに後戻りしてくると。それは患者さんが装置を使わなかったから後戻りしたんではなくて、やはり何かの癖があったり、そういうところが問題で後戻りしてきたというのが、やはりちょっと気になるようなことがあったので、 MFT を取り入れたいなと思っていました。と、最後3つ目としては、クリニック全体としての、士気を上げたいと、スタッフと我々と一緒になって勉強をするっていうことが、クリニック全体としてとってもいいことだろうなと思っていたので、そのために受講しました。あとはですね、このちょっと病院が少し地方都市にあるので、なかなかみんなで勉強するのが難しい環境ではあったので、 Zoom とかこうやって利用して勉強できるっていうのが、うちの病院としてはマッチできたというところだと思います。今までは患者さんを見た時に漠然と MFT が必要だなと思うだけで、実際どのようにトレーニングを進めていいかっていうのが全然わからなかったんですけれども、セミナーを受けた後はスタッフ全員が患者さんを見て何が必要かっていうのを判断して、一つ二つからでもトレーニングを指導できるようになりました。初心の矯正の患者さんをメインに動画を撮るような流れも今作っているところです。病院としては一段階一つステップアップできると思います。みんなで勉強できるっていうことも大変いいですし、患者さんにとってもきっとプラスになることが多いと思うので、ぜひ皆さん受講してみるのがよろしいと思います。